日本の橋本聖子登場、そして関夏江が並んで滑ります。インコースから関夏江、そしてアウトコースから橋本聖子、現在6人が滑りまして、女子の 5000m 第1位が東ドイツのアンドレア・エイリッヒ、7分17秒12の世界新記録をマークしています。橋本さんの、関係者の親戚の方、あるいは両親などが今日は応援に、今日も応援に見えています。日本人同士の組となりました第4組です。これまでいずれも全ての種目に入賞している橋本、この 5000m でも入賞を狙っています。アウトコースから滑る橋本は 500m で第5位、 3000m が第7位、 1000m 第5位、 1500m が第6位と、鈴木さん、これは総合的に見ますとね、世界の3本に入ってもおかしくないぐらいの出来ですよね。はい、オリンピックでは総合の成績は出るわけではありませんが、非常に好成績を残してここまで最終日までやってきました橋本聖子。アウトコースから飛び出した橋本、そしてインコースから大形で今カーブに入りました関夏江。年齢で言いますと橋本が関の2歳年上です。さあ、橋本選手ですがタイム的にはどうでしょうか。橋本さんのタイム、過去のですね、はい、このカルガリーのここでは7分40秒00というタイムがあるんですがね、はい、私は今日ですね、橋本選手はゴールしたらですね、はい、もう倒れるぐらい頑張ってみるってそういうようなこと言ってましたのでね、ですからこの40秒というのは私はもう頭にないんじゃないかと思いますよ。なるほど、それよりも自分でどこまでいけるのか、チャレンジしているようなそういうレースになると思いますね。なるほどね。橋本のまず 600m のラップタイムです。53秒95、現在トップのエイリックから0秒54遅れています。一方後ろから来ます関選手ですが、関選手はまず橋本選手についていくことですかね。そうですね、前半ですね、はい、あまり関選手は前半どんどん行く方じゃないんですよね。なるほど。ですから多分あと5、6回あたりから頑張ってくるんじゃないかなと私は見てますけれども。なるほど。そうしますと、はい、あまり無理に引っ張られないようにということですか。はい、そうですね、自分のペースだと思いますね。橋本、1000m のラップタイム1分28秒台、これはトップから1秒5遅れています。個々のレースには結果的にはあまり満足はしていないが、トータルでは満足していると話しておりました橋本選手。今日は2時間前にこのリンクに入ってきまして、そしてゆっくりとウォームアップ、一言二言声を交わした時にも、言葉を交わした時にも、もう顔の表情は非常にリラックスしておりまして、いかにもこれまでの実績がその表情に表れているといった、そんな感じがした橋本選手です。5000m という種目そのものがまだ橋本選手はこのレースで13本目だそうでしてね。そうですね、そういう意味では幾分500や1000に比べると未知の部分があるかもしれませんね。そうですね。 1800m のラップタイム2分40秒18、画面右上は世界新記録をマークした第1組で滑った東ドイツエイリックのタイムです。およそ5秒の遅れ。でも橋本選手はあれですね、あまり大きくない、体力的にも本当こっち の選手に劣るんですけれども、はい、本当この頑張り方っていうのは本当すごいですね。橋本さんの場合にはどうですかね、そのスプリットタイム 400m1 周の平均タイムでいきますと、はい、どの程度考えたらいいでしょうかね。そうですね、私は前半かなり飛ばしましたのでね、はい、後半何秒でラップをスピリットタイムを抑えれるかなんですよね。ですから私はこのままずる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 こう落ちていくと、はいはい、やはり40秒台になってしまうんじゃないかと思うんですね、はい、これが37秒とか36秒の後半で抑えれると
結構、ね、いいところに入っていくんじゃないかと思いますね。特に、まあ、残る3周ですね、最後。そうですね、日本の橋本入賞をかけて、とにかく少なくとも入賞をかけると話しておりました。その橋本、現在この橋本、日本の関の組第4組ですが、第1組で滑った東ドイツのアンドレア・エーリック、オリンピック4回目のエーリックが7分17秒12というこれまでのタイムを3秒以上更新する世界新記録をマークしています。さすがに速いと言われるこの氷、しかも東ドイツ、この女子のスピードスケートでは期待に反しまして、金メダルまだわずかに1個、その思いも相当にあったと思いますが、この後の第5組で滑る世界記録保持者のファン・ヘニップを十分に意識しての素晴らしいタイムを第1組でエーリックが出しています。その間に挟まれるようにして橋本、今 3000m 4分29秒60、ここまでで鈴木さんいかがですか。 いや、いいですね。さあ、あのこの前の週ですね、ラップがあのスピリットタイムが6、はい、36.5 だったんですが、またあのコンマ1上げてきましたのでね。なるほど、私はここであの止めてもらいたいと思いますね。そうですか、はい、去年の12月にここで滑りました時には4分35秒49ですから、そのタイムからおよそ6秒早くなっています。まあ、これが最後という気持ちも当人は強いでしょうから、相当に頑張っていると思います。日本の橋本、5分06秒54 5分06秒54で回ってきました。関選手はちょっと疲れが出たみたいですね。あ、橋本と関との差がおよそ 7、80m です。日本の実業団スピードスケート、去年の12月の実業団では1500、3000、2年連続の2冠を取りました関夏江ですが、橋本から遅れることおよそ 100m 近く。さあ、橋本のラップタイム5分43秒60、ちょっとここでスプリットタイム37秒台にまた落ちました。あの橋本選手は去年の暮れにもやはりこの400、この辺りでの400で37秒09で回ってんですよね。あ、そうですね、まあ、一番あの苦しいところなんですよね。はい、まあ、長田コーチが一言声をかけたはずです。この後再び36秒台に戻してくるか、ちょっと苦しそうな表情になってきました。ね、この辺が一番苦しいところです。これまで5位、7位、5位、6位と大変な好成績を残している日本の橋本聖子、4200m 6分20秒47、また36秒台戻してきましたね。そうですね、また戻してきましたね。6点台でなんとか抑えてくれていいんですがね。相当に苦しそうな表情になってきました。ここはもうみんな苦しいんですからね、ぜひ頑張ってもらいたいですね。橋本がホームストレートに戻ってきました。鐘が鳴って残りあと1周です。今やもう日本の橋本よりも世界の橋本、その世界に十分に名を連ねている、まあ、各国のジャーナリストが橋本を今日は4位間違いないと言っているジャーナリストまでありましたが、そうですね、その橋本が最後のクロスオーバーゾーンにかかりました。そして関も残りあと1周、今第1カーブに入っています。橋本が懸命に最後の第2カーブ、最後ラップ上げてきますね。相当にピッチを上げました。ピッチを上げてきた橋本、残りあと 50m、 橋本最後のスケーティング、さあタイムはどうでしょうか。7分34秒43、7分34秒43、日本新記録の誕生です。その橋本、今まだ起き上がれません。そして関は7分47秒43、橋本が今起き上がるところ、さすがにもう力使い果たしましたね。そうですね、でもよく滑ったですね。7分17秒12、橋本現在第3位についています。素晴らしいレースですね。